水溜りボンドは、カンタと、トミーによる日本の二人組ユーチューバーである。ユーム所属。キャッチコピーは、発想豊かな二人組動画クリエイター。青山学院大学のお笑いサークルで出会い、漫才コンビを結成。その後、キングオブコント2014に手に回戦へ進出する。サークルの先輩にはサスライラビューの、後輩にはペコリーノがいた。2014年10月6日に、 YouTube にて水溜まりボンドチャンネルを開設。2015年1月に動画投稿を開始。現在では削除されてしまっているが、2015年以前にも何本か動画を投稿していた。投稿理由は動画配信ならライブ会場まで来てもらわなくても自分たちのネタを気軽に見てもらえると思ったから。2015年11月1日に言う ネットワークからユームに移籍することを発表。なお、どちらの MCN も同じユーム株式会社が運営している。最初に YouTube に投稿した動画は100回再生される程度だったが、毎日20時に動画を投稿することを続け、1年半後の2016年6月にはチャンネル登録者数は65万人となった。同年9月16日にはメインチャンネルのチャンネル登録者、 数百万人を達成する。2016年12月31日から2017年1月1日にかけてテレビ神奈川の大晦日の年越し特番、お前、テレビ出てるってよ。に、コメンタリーとして出演。2017年7月21日にメインチャンネルのチャンネル登録者数200万人を達成。それに伴い、動画のオープニングが追加。 およびエンディングが刷新された。2018年4月1日より以前に動画の企画で開設された YouTube チャンネルラファオアチャンネルで1ヶ月間限定で毎日投稿。12月31日23時59分59秒までにチャンネル登録者数が100万人を突破しなければチャンネルを必ず削除することを明言。二千十八年四月 サブチャンネルのチャンネル登録者数が100万人を突破したことに伴って、サブチャンネル名を水溜まりボンド2から水溜まりボンドの日常に変更。2018年6月14日、メインチャンネルのチャンネル登録者数が300万人を突破。それに伴って、4日後の6月18日より、動画のオープニング、エンディング及びチャンネルアイコンが変更された。 2018年12月31日、ラファオアチャンネルは、カンというタイトルの動画で、日付変更線から逃げるという名目のもと、11時間だけ削除の期限を延長したものの、チャンネル登録者は32万8310人と100万人には、及ばず、約8ヶ月の活動の幕を閉じた。2019年4月24日から5月8日の間、 水溜りボンドの二人を中心人物として、東海オンエア、パオパオチャンネル、アバンティーズと共に、かねて、より夢の一つと公言していた渋谷109のシリンダー広告として、渋谷の街を彩った。渋谷109が40周年を記念し、109ロゴがリニューアルされたため、109ロゴリニューアル後発のシリンダー広告でもある。同期間、 渋谷109アベの109内にて、ポップアップストアを営業。自身らを中心とした109とのコラボグッズを販売。4月28日から5月8日の間には、渋谷 MAG7 にて、コラボカフェを営業。コラボフード全九品を販売。2019年12月28日、新居への引っ越しを機に、2017年の途中より、同居しながら、家事手伝い。 動画出演、編集のサポートをしてきた後輩らとは別々の道を歩むこととなる。そのうち P さんは YouTuber として独立。また、二人は別居となる。2020年8月13日、2015年1月1日から毎日続けてきた毎日投稿を2020年いっぱいで終了することを発表した。2021年6月18日、 緊急事態宣言下にもかかわらず、パーティーにトミーを含む31人が参加した。これに関し、トミーとカンタ両名による謝罪動画が投稿され、トミーは活動休止を発表する事態となった。また、パーティーが行われた店はトミーが経営する店舗であり、報道直後から営業を停止し、そのまま7月中に閉店となった。7月17日に、 チャンネルが更新され、カンタ単独の改めての謝罪動画が投稿された。動画内でトミーの活動復帰は全くの未定としながらも誠に勝手ながら水溜まりボンドがこのような形で僕は終わりたくはありませんと解散を否定している。以降はカンタのみで動画投稿活動を継続している。バラエティウェブテレビドラマアニメ。ありがとうございます。